中国受けを狙ってるみたいなんですよ。海外受けを狙ってちょっとこうアート寄りな。ああ、もう中国の人の好みってどうなんだろうな。大体日本で売れてるものがやっぱ中国でも売れてるイメージがあったんで。まあアジア圏はなんだろう、その感性は似ているってよく言われるから。はい。うん。中国だけに特化して売れてるっていうのはあんまり見ないんですよね。中国だけにやたら人気な日本初のキャラクターっていうのは何キャラかいるんで、はい、まあそういうのをリサーチしてっていうのはならわかるんですけどね、うん、まあそんなこリサーチをするはずがないのでそうっすね、まあでも、うん、1級でしたっけ。1級ですね。19,000なんで、うん、うちと普通の中のフィギュアとしては割と高い方ですよね、この大きさで、うんうん、71なんで、うん、